10世紀のバイエルン公領バイエルン公アルヌルフは、ルイトポルト家出身のバイエルン公である。バルコーと呼ばれる。ドイツ対立王となったとも言われる。アルヌルフの少年は不詳であるが、アルヌルフの名が、カロリング家の東フランク王アルヌルフから付けられたと、すると、その知性の間であると考えられる。アルヌルフは、バイエルン返教博ルイトポルトと妻国軍でとの間の息子である。 母国軍では、アハロルフ家のシュバーベン宮中博ベルヒトルト一世の娘で、兄弟のエルハンガーは915年にシュバーベン校となった。東フランク王ルートビヒ四世の弱体化した地政下で、父ルイトポルトはかつて、ビルヘルム家のものであったバイエルン編境薄領を引き継ぎ、同地で格好たる地位を築いていった。さらに、ノルトガウ編境薄領に隣接した。 レーゲンスブルクを含むドナウ川沿いの地域まで支配領域を広げていった。907年、アルヌルフの父、ルイトポルトの軍は、ハンガリー大公アールパードの軍に大敗北を起死し、ルイトポルトは、プレスブルクの戦いにおいて、他の多くのバイエルン貴族と共に戦死した。父の死後、アルヌルフは、バイエルン領を継承し、レーゲンスブルク周辺の領土の支配者として、バイエルン公となった。 活動的で、好戦的なアルヌルフは、在地貴族からの支持を集めたが、ハンガリー軍の襲撃を頻繁に受けた。このハンガリー軍の襲撃は、東、フランクのバイエルン、ザクセン、及び、チューリンゲンの地を荒廃させた。頻繁なハンガリー軍の襲撃に悩まされ、防衛の再編成のための資金を得るため、アルヌルフは、教会領の没収や多くの修道院領を、 教会から切り離すことで権力を強め、それにより中世の年代期で悪行と呼ばれることとなった。アルグルフは数回の戦いでハンガリーの侵略を撃退し、913年にはオジシュバーベンコーの助けにより決定的にハンガリー軍を打ち破った。アルグルフはバイエルン部族大抗領を再建し、最終的にハンガリー大公との間で停戦を交渉した。 ハンガリー軍はそれ以降他のドイツの広告領へ侵攻する際にバイエルンを通過するようになった。アルグルフは東フランク王からの独立を推し進めた。911年のコンラート一世の国王選挙には参加したがオジシュバーベンコーエルハンガーの支援を受け、コンラートとは対立し、後にコンラートの後継者ハインリヒ一世とも王位を争うこととなる。 国王コンラートとの対立は、913年にアルヌルフの母、国軍デがコンラートと結婚することで一時的に沈静化した。916年、コンラートの軍がバイエルンに侵攻し、レーゲンスブルクを攻撃、略奪した。この攻撃によりアルヌルフは、かつての敵ハンガリーへと逃亡した。9月、コンラートは、ホーエン・アルトハイムで、教会評議会を招集。 バイエルンの司教も参加した。11月1日に、バイエルンの司教は、波紋を理由に、アルグルフとその弟、ベルトルトをレーゲンスブルクに招集した。アルグルフらは、この招集に応じず、会議も開かれなかったと思われる。結果として、アルグルフらはハンガリーに留まったままであった。917年1月、この状況に腹を立てていたコンラートは、儀形邸にあたるシュバー弁行。 エルハンガーとベルトルトの処刑を命じ、これによりアルヌルフは二の足を踏むことになった。919年、コンラート一世は死去したため、アルヌルフはバイエルンに帰国し、国王軍を駆逐した。コンラート一世には、警視がなかったため、コンラートにとって義式にあたるアルヌルフは、王位を手に入れる機会を、再び得た。ザルツブルク年代記によると、920年に、 バイエルン貴族はアルヌルフに服従し、アルヌルフをドイツ王に衰退したという。ハインリヒ一世が919年に即位したことで、継承戦争が起こると思われた。しかし実際には、バイエルン貴族と他の東フランク貴族がアルヌルフをハインリヒの対立王に実際に選んでいたとしても、アルヌルフが正式に王位につくことはなかった。いずれにせよ、アルヌルフの 一世は、短命に終わった。ハインリヒ一世は921年に2回の遠征を行い、アルヌルフに勝利した。アルヌルフは、レーゲンスブルクでハインリヒに包囲された時、ハインリヒと和平交渉を行い、ハインリヒの王位を認めた。ハインリヒは、アルヌルフが王位継承要求を放棄する代わりに、聖職助人権などの権利を含むバイエルンの自治権をアルヌルフに認めた。 ザンクト・エメラム修道院にある破壊死928年、アルヌルフは、ボヘミア公バーツラフ一世に対するドイツ王ハインリヒ一世の軍に従った。934年、アルヌルフは、息子、エーバーハルトのために、ロンバルディアの鉄王冠を得るため、イタリア王ウゴと戦ったが、敗北に終わった。936年に、東フランク王ハインリヒ一世が死去した後、 アルヌルフは、アーヘン大聖堂における夫を一世の、ローマ王大冠式に出席している。アルヌルフは、レーゲンスブルクにて937年7月14日に、亡くなり、後位は、息子エーバーハルトが継承したが、938年に、皇帝夫を一世により、後位を没収された。アルヌルフは、ザンクトエメラム修道院に葬られた。1842年、 アルヌルフの名盤が、バルハラ神殿に加えられた。フリウーリー編教博、エーバーハルトの孫で、イタリア王ベレンガーリオ一世のおいにあたる、ズユーリーヒガウ博エーバーハルトと、ギーゼラフォンベローナの間の娘ユーリトと結婚し、以下の子女を設けた。他に、ハインリヒホンシュバインフルトの父ベルトルトもアルヌルフの、子とする説もある。ありがとうございます。